西王寺は、東京都足立区にある浄土宗の寺院。通称は木余り聖王稲寺。足立姫ゆかりの女性王城の寺。本尊の木余り如来は、伝承によれば、悲運の女性、足立姫の母提を弔うため行記が余りの木で掘ったと言われ、古くより女性の幸福が記念されてきた。地元、足立区では通称、木余り寺とも呼ばれ、親しまれている。 西王寺は六阿弥陀八将の地にして根元の旧跡である。より辞伝によれば、西王寺の早々は人気2年、行期によるものという。辞伝によると、この地に居住していた、足達正寺宮義祭将の一人娘である足達姫が、突撃先から引き出物不足とののしられ、人気2年6月1日、これに耐えかねた彼女が下女12人と共に荒川に受水した。 下女の亡骸は、すぐ見つかったが、足立姫の亡骸はついに見つからず、父親の生児は、悲しみのあまり諸国の霊場をおめぐり、木の国の熊野権現にて、霊木で仏像を作って供養すればよいというお告げを、受けた。生児は早速霊木を見つけ、地元、武蔵国に流れ着くように記念して、海に流した。すると、霊木は、熊野より、当地についていたという。 古来より、西王寺付近に、熊野木の地名あり。当時、当地には行器が滞在しており、商治が、この件について話すと、六道る天にちなみ一世にして霊木から六体の阿弥陀如来を作り上げた。さらに余った木でもう一体の阿弥陀如来を作り、足立ち姫上物の遺影としたという。商治が、屋敷の傍らに草案を混流して、この阿弥陀如来を安置した。これが、 西王子海装伝承であり、足立姫伝説と、江戸六阿弥陀の発祥寺院ということになる。竜頭山聖沖縄寺の三門その後、室町時代の明王元年、当地に訪れた龍丼商人が、足立姫の墓所の菩提樹の木に、毎を竜頭のかかるのを見て、世よから一寺院にしようと守護所に一時改めてを願い出て、竜頭山帝公院西王子と、 たまわり浄土囚人として解散されたのである。姫の墓どころから流棟が上がるのを見て、流棟さんと合したと伝わる。戦国時代になると、統治一体を治めていた宮城氏も、同時へ、経済的に関わっていた痕跡が古文書からも、確認されている。江戸時代になると、宮城氏が姿を消した代わりに、御法上氏の家臣あでかわしい地族が勢力を持ち、 宮城氏がいなくなり後輩していた同寺を、元那二年に、阿出川津島森貞次を、大旦那として再興したという。以降400年代に、阿出川一族の菩提寺として、墓が守られている。阿出川氏により再興された、西王寺は、慶安二年、江戸幕府三大将軍、徳川家光より、主因地として十国の事業を配慮し、以降も、歴代将軍により安堵された。 江戸六阿弥陀は、女人救済の阿弥陀如来として、江戸時代に多くの人々の信仰を集め、主に女性たちを中心とした、江戸六阿弥陀巡りが流行した。発祥である、西王寺も昭和初め頃まで遠方からも多くの参拝者が順配に訪れ、特に春秋の悲願には、高楽の女性客で賑わった。今日でも、女性の幸せを祈る寺として、朱印集めなどで、 多くの女性が参拝に訪れる。本尊の木像阿弥陀如来坐像は、木余り如来、または根本阿弥陀などとも呼ばれ、足立姫の母提を弔うため行器があまり木で掘ったと伝承されている。造工は約42センチメートルで、実際の造造は平安時代末期と見られる。昭和46年に東京都指定有形文化財に指定されている。 近年では年に一度、東京都が開催する東京文化財ウィークの特別公開事業として、一般公開もされている。車、首都高速線大橋、米入り口より3分、電車、日暮里、舎リライナー線大橋駅、西口徒歩6分、バス、足立区、コミュニティバス春風、大木小学校北徒歩4分、大木大橋駅徒歩6分、東部バス。 大木大橋駅前徒歩6分と A バス、港北京化徒歩4分、荒川土手徒歩10分、駐車場、駐輪場、あり周辺に、電柱案内板があり。ありがとうございます。